5月29日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。リスナーの皆さん、ご報告があります。実は、増山さやかさんが一昨日最後の誕生日を迎えられました。最後ってさっきもう来年から誕生日はしないっておっしゃってたじゃないですか。あの、今年で最後。今年で最後。もう最後ですよ。来年から逆に数減ってくみたいなのどうですか ね。いい発想ですね。はい、ということで、リスナーさんからいろいろ情報をいただいておりまして、はい、葛飾区のスマホスタンドさんからです。はい、誕生日おめでとうございます。ラジオパークの時、普段は聞き役の増山さんが後輩の皆さんより笑いを取りに行けるのを知りました。後輩の皆さんは大変そうですが、これからも楽しい放送に花添えようという。はい、そうです。もうありがとうございます。ラジオパークにも来ていただいてね。50歳の男性のスマホスタンドさんです。葛飾の方でですね、ありがとうございます。もう一つ、ですね、秋人さんですね。はい、秋人さん、これは年齢性別わかりませんが、おそらく男性ではなかろうかと思いますが、名前が男性だから男性だとは限らないところが、このネット社会でもめんどくさいところですよね。増山さやか様、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。実は自分も5月27日が誕生日でして、3つ下ですが、毎年一緒に祝わせてもらっています。おめでとうございます。これからも楽しくためになるこの番組を辛坊さんと一緒に末永く続けていかれることを願っております。頑張ります。ということで、増山さんのところに続々リスナーの皆さんから誕生日のお祝いメッセージが届いております。本当にありがとうございます。本当に心から、こういうのはやっぱりね、心温まりますよね。そうですね、オープニングからなんかこうほっこりします。いや、珍しく実はですね。はい、こうやってまあ、増山さんもこうやって、ラジオに毎日お出になってるわけで、そうすると、まあ、ファンというか、まあ、馴染みの人もこうできるわけですよね。でもラジオのいいのはですね、増山さやかさんの顔まで知ってるという人は、まあまあ、今もホームページその他もありますし、 YouTube の動画もありますから、検索すればね、はい、増山さやかさんがどういう方で、どういうお見かけの方なのかと、やっぱり奇跡の、何ですか、半世紀ちゃんとさんまさんがおっしゃってるという、名付けてくださいましたけど、半世紀ちゃんからでも、もうかなり、結構ね、そうですね、日月が過ぎ、ついに今年最後の誕生日を迎えられて、来年から一つずつ数が減っていくと、そういう局面にこう遭遇したわけでございますが、私ほらラジオの前に随分テレビやってたじゃないですか。それで自分がこう、単なる私は自分の中の意識で言うと、サラリーマンを、たまたまそういう仕事をしているサラリーマンというぐらいの意識しかないわけですよ。だから自分の顔が知られてるみたいな認識が基本ないんですね。あ、そうですか。ないんですよ、ないんですよ。それがですね、はいはい、昨日ですよ、昨日私ですね、ベトナムの、南ベトナムの旧首都のサイゴン、今ベトナム戦争1970年代半ばにですね、はい、まあ、ベトナムで南ベトナム政府軍とともに戦争に参加していたアメリカがですね、撤退をしたんですね。最後逃げちゃったんですけどね、で北ベトナムがこう首都サイゴンになだれ込んでいって、それでまあ全部ベトナムを制圧してですね、まあ、いや、南北統一という形になるわけですよ。で、北ベトナムが統一をしたもんですから、北ベトナムのホーチミンというね、北ベトナム建国の父の名前を旧サイゴンという町につけたもんですから、今まあサイゴンという町はなくて、旧サイゴンという言い方でホーチミンという、そういう呼び名になってるわけですが、昨日、まあ、厳密に言うと一昨日の夜ですね、一昨日の夜、そのホーチミンの、まあ、ホーチミンってね、ベトナムの中でも、
まあ、一番華やかかもしれないですね。やっぱり南ベトナムの旧首都なもんですから、はい、北ベトナムのハノイみたいな、まあ、政治都市とちょっと違う趣で、もともとインドシナ半島ってフランスの植民地だったところが多いですから、はい、フランスの影響が非常に色濃く残っていて、フランスの植民地時代の建物とかたくさん残ってるわけですよ、はい、でパンが美味しいんですね、これが。でなんでパンが美味しいかというと、やっぱりフランスの植民地時代にフランス人がいっぱい来て美味しいパンの作り方を教えたのか、謎なんですけれども小麦が違うのか、それともまあ膨らますための酵母が違うのかよくわからないですけど、何かが違うんですね。ベトナムのパンってやたらうまいんですよ。そうでしたっけ。いや、それがやっぱね、私ね、18か19歳、20歳前後の時に初めてヨーロッパバックパッカーで行った時に、最初降りたのがパリなんですよ。パリで街角をこうプラプラ歩きながら、今日の宿はどこにしようかなと、まあ大体ユースホステルみたいなところ泊まるんですけども、街角でパン売ってるじゃないですか、はい。街角で売ってるフランスパンを何にも考えずに食った時に、私パン食べて美味しいと思ったことがなかったんです。それはまあ小学校のコッペパンのね、ずっとコッペパン食べててそんなにうまいと感じたことがなかったもんですから、パンそのものがうまいという感覚はなくて、そのパンに何が挟まってるかとか何が塗ってあるかが重要だったんですが、初めてパリに行ってパリの街角でフランスパンを何にも考えずにかじった時に、うまーっていう、なんだこれはと。え、それおいくつぐらいの時ですか。いやだ、二十歳前後ですね。二十歳前後でフランスでパンを食べた時、本当に衝撃で、あ、パンというものはこんなにうまいもんだったんだというのがね、びっくりしたんですが、ベトナムも、ちょっとやっぱベトナムでパン食べると、やっぱり日本あたりで食べるパンと味が違うんです。やっぱベトナムのパンって、まあ、ベトナムの小麦粉にベトナムの風土で作ってるわけだから、パリと同じわけにはいかないんだろうけれども、でもやはり多分長いことフランスの植民地だったせいもあるんだと思いますけどね。そうでしょうね、製造の過程で。まあ、そのフランスのパンがうまいんですけども、そんなことを考えながら夜ホーチミンの街をプラプラ歩いていたらですね、本当に暗闇の中をちょっとネオンが途切れたところで、公園の横かなんかで一瞬暗くなったところ、結構今回ね、やばい目にたくさんありましてね。いや、そうなんですか、危険な旅だったんだ。私長いこと旅人やってますからね、典型的な詐欺の手口っていっぱい知ってるんです。で、実際引っかかったこともたくさんあるんですよ。よくまあ昔はもう最近ほとんどなくなりましたけど、路上の両替屋っていうのがあってですね。路上で現地通貨に両替するんですよね。まあ、例えば、まあ、1万円出すと、それを現地通貨で、例えば、まあ、50何とかだとすると、50何とかみたいなものを、ところがですね、この詐欺の典型的な手口は、路上で、奪ったり盗んでったりはしないんですよ。目の前で1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚って数えるんだけど、後で数えると何枚か必ず足りないんです。だからね、天才的な指先で、一瞬で、それとね、一瞬でお札すり替えるとか、こっちが1000円、1万円札出してんのに、いや、お前が出したのは1000円札だって言って、一瞬で手元ですり替えて、別の通貨を出してくるとかっていう、その手の詐欺がね、よくあるんですよ、はい。私は何回か引っかかったことがあるんですが、最後の方はですね、その技を見たくて、もうこいつ路上の両替詐欺だなと分かってんだけども、あえてもうあえて行って、あえてまあ小学生、全部まあ持ってかれても大した被害にはならないだろうな、みたいなもので、はいはいはい、もうこっちは詐欺だということが分かっていて、やられるんだけども、それでも分かんない。見抜けないんですか。よくカウンターバーで手品やるところあるじゃないですか。はいはいはい、で手品だと分かってる、カウンターバーだと分かってる、もうだから手元さえ見てりゃ種が分かるだろうと思って、はい、じーっと見てても分かんないっていうのと同じことです。あの監禁詐欺すげえなっていう、それで言うとですね、足元の靴ひも緩んでるよ詐欺っていうのっていうひったくりっていうのがあるんですよ、はい、これですね、足元靴ひも緩んでるよみたいなんで指さすわけですよ、ふっと足元に目を落として、いや緩んでねえじゃんとかってやってる間にひったくりとかすりの被害に遭うっていう、もう一瞬
ですよね、煮物ね。これは上手ですよ。それもこっちも分かってるもんですから。はいはい。大体、まあ、これはね、まあ、まあ、あの、すられるといけないっていうのがあって、下手にすられたところをこっちが抑えちゃうと、格闘になると、別の、まあ、危険ですね、あの、危険が生じるので、うんうん、これはもうできるだけ引っかからないで、うん、足元に、ちょっと靴も、靴紐がって言った瞬間に、あ、来た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 っていう、これよくある手口なんですが、はい、その手口のパターンがいくつもあるんですけど、まあ、一昨日の夜、ベトナムのホーチミンという旧ベトナムのサイゴンの、うん、まあ、繁華街のちょっと隅のちょっと公園の横で暗くなってるようなところを歩いていたら、危険なとこ行きますね。白い割烹着着たおじさんが、ものすごい勢いでこっちら走ってくんですよ。やだ、なんで？それ自体が、うん、やばい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 、おじさん走ってくる、やばい、なんだろうって言って、ガーッと走ってきて、私のところでピタッと止まって、辛坊さん、ホーチミンだよ。何人の方？いや、それが、いや、日本人の方なんですが、あ、そうなんですか。どうも、近所の日本料理屋の板前さんかなんかで、店の中から路上をこう行く人をずっと見ながら作業していたら、私が通りかかったんですって。で、私が大阪で昔担当していた番組を、その番組結構ね、全世界でね、つまり東京ではやってないんですが、なんか不思議なことに VHS のビデオかなんかにダビングされて、全世界の駐在の日本人の方々が見てるという、そういう不思議な番組だったこともあって、そのなんとかっていう番組見てましたよって言ってですね。でもホーチミンの暗がりでいきなり全力疾走で走ってきた人に辛坊さんって言われたら心臓止まりそうになりますよ、こっちは。確かにびっくりしますし、声かける側は単純にああと思ったから来て声かけてくれたんでしょうけど、声かけられる側の身になってみりゃですよ、こっちもさっきからですね、あの、釣り銭詐欺に合わないようにとか、監禁詐欺に合わないようにとか、足元の靴紐詐欺に合わないとかっていうハリネズミみたいにしてこう歩いてるのに、いきなり名前を暗闇で呼びかけられた時のこちらの驚きというのも、それびっくりですね。いやー、驚きました。ということで、今朝、あの、早朝、ベトナムから帰ってきておりますから、お元気ですね、はい。何が言いたいかというと、元雪印の社長のセリフと同じです。俺は寝てねえんだっていう、はい、以上終わり、はい、それはもうね、あの、ご自分の決断で行かれたことですから、この番組も精一杯頑張ってください。そうだね、はい、別に誰に頼まれたわけじゃないもんね。そうですよ、お願いしたわけじゃないんですし、ありがとうございます。はい、そんなこと言っておりましたら、電車の情報が入りました。はい、三鷹駅での信号確認の影響で運転を見合わせていた中央線の快速電車は、先ほど全線で運転を再開しました。中央線の快速電車全線で運転を再開しました。ただダイヤの乱れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。では続いて株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価続伸しました。先週の金曜日に比べて317円23銭高い 31,233 円54銭でした。債務上限引き上げをめぐる協議の進展から買いが優勢となりました。1990年以来およそ33年ぶりの高値になっています。また為替相場は現在1ドル140円30銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ、週末から今日にかけてのニュースをチェックします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーのズームオン、4時台ではウクライナ軍の総司令官が反転攻勢を宣言かということで、今日は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお話を伺っていきます。5時台には北朝鮮が31日以降に弾道ミサイルの発射を予告というニュースにズームします。さあ、今週もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。番組のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、今日のお題は何でしょうか。暗闇でいきなり
知らない人に名前を呼ばれた時に聞きたい曲。暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれた時に聞きたい曲。まあ、じゃあ、ラジオを聞きの方がね、もし自分がそんな目にあったらっていうのを想像して、お寄せください。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク1242と。こんな商売してる人間からすりゃありがたいっちゃありがたいんだけどね。そうですよ、ホーチミンでまで辛坊さんのことを思って。ほら、私も基本的に物事の発想がサラリーマンだからさ。だから、あんまりそういうのにありがたみをなんか本当はありがたいと思わなきゃいけないんだけども、うん、どうもやっぱりねサラリーマン根性は抜けないね。そうですか、はい、たくさんの方が辛坊さんのこと見てますよ。勘弁してください。いろんなとこで見てますよ。本当に前も言いましたけど京橋って大阪の繁華街で、はい、風俗店からですねいきなり毎度ってやめてよ、ね、反対とか言ったことないんだからそれ毎度じゃないでしょっていう、そうみんな周りの人が一斉に振り返って毎度なんだ辛坊さんこれ見せし常連なんだみたいな、ね、勘弁してくださいよ本当に。本当気をつけてください。道端の草取って食べてるとことかも見られちゃいますんでね。いやまあそれ私生きがいですからね。そうですか、まあ、もしね目撃したという方はぜひメールで送ってください。ズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岸田政権が掲げる次元の異なる少子化対策をめぐり、自民党の茂木幹事長は27日新しい特別会計子ども金庫を創設し、費用負担の見える化を進める予定だと明かしました。香港の民主派政党公民党は27日党の解散を決めました。2020年に香港国家安全維持法が施行されて以降、民主派への締め付けが強化され、党の勢いが弱まっていました。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ国際映画祭の授賞式が27日に行われ、パーフェクトデイズで主演した役所広司さんが最優秀男優賞を受賞しました。日本人の俳優が最優秀男優賞を受賞するのは、2004年の柳楽優弥さん以来2人目の快挙です。また脚本賞には怪物の坂本雄二さんが輝いています。長野県中野市で4人が殺害された事件で、逮捕された青木政憲容疑者が4人を襲撃後、駆けつけた別の警察官にも猟銃を向けていたことが昨日分かりました。交渉が難航していたアメリカの債務上限問題をめぐり、バイデン大統領と野党共和党のマッカーシー下院議長が28日最終合意に達しました。2025年1月まで債務上限を停止するということです。トルコ大統領選挙の決選投票が28日に行われ、現職のエルドアン大統領が野党統一候補のクルチダルオール氏を破り当選しました。海上保安庁は今日、北朝鮮当局から人工衛星の打ち上げに伴い、海上に危険区域を設定すると連絡があったことを明かしました。期間は今月31日の午前0時から6月11日の午前0時までです。北朝鮮は軍事偵察衛星の準備を4月までに完了すると予告していました。北朝鮮の朝鮮中央通信は29日、岸田総理大臣が日朝首脳会談実現のために高官協議を行いたいと述べたことに絡み、日本が新たな決断を下し、関係改善の活路を模索しようとするなら、会えない理由はないとする外務次官の談話を伝えました。まず今ニュースの項目に入ってましたけども、北朝鮮が打ち上げようとしている、まあ、人工衛星ですね、これの話題は5時台に詳しくやりますんで、はい、ここでは解説はしないでおきます。その一つ前のニュースですね、先週どうなるかという話をしてたんですが、うんうん、トルコの大統領選挙は現職のエルドアンさんが当選ということで決まりました。その一つ前ですね、債務上限問題、これも債務上アメリカの債務上限問題ってやつも
これはまあチキンゲームチキンレースだから必ず解決するというふうにお伝えしておりましたけれども、その必ずになりました。はい。ただまあこれ必ず解決するだろうということで話し合いはまとまったんですが、最終的に予算案が議会通らないと、ダメなので、それがまあおそらく通るだろうというのもまあ当然のことながら予想のうちの範囲なんですが、さあ問題はいつ通るのかと、これがまあずるずる遅れるようだとちょっとやっぱり困ったことが起き始める。まあこれについてもまあチキンゲームチキンレースですから、ギリギリのところで、ギリギリのところで通すはずだろうと思います。さあその一つ前ですね、長野で先週末起きた衝撃の事件なんですが、駆けつけた警察官2人が猟銃で撃たれて、亡くなってですね、もう一人銃口を向けたけど撃たなかったっていうところまででニュースは終わってるんですが、なんで撃たなかったかというとですね、猟銃って基本的に日本で所持が認められている猟銃って2連発までなんです、あ、そうなんですか。3連発の猟銃は売られてません。だからアメリカみたいに自動小銃に近い形でガンガン撃つやつあるじゃないですか、日本はですね弾2発まで、だから3発目撃とうと思うと、もう一遍弾込め直さなきゃいけないんだけど、それ結構時間かかりますから、まあ、それが1人2人撃たれて3人目当然のことながら弾込め直してる間に、避難するなり警戒するなりということがありますが、ただこれ殺された警察官に関して言うとですね、車の中にいる状況でいきなり至近距離から前から撃たれてるんですが、窓ガラスを通過して、まあ、これね、防弾チョッキがどうのこうのって先週末話題になってましたけども、ほとんど関係ないですね。つまりどこ当たってるか分かんないですから、防弾チョッキで守れるのは胸だけですから、頭とか顔とか当たったらもうどうしようもないんで、で今回使われたのがスラッグ弾って言って、私の周りになぜか銃の免許持ってるやつが結構いてですね、銃の話はいろいろ聞くんですが、普通猟銃っていうと散弾って言って小さなパチンコ玉の小さいようなやつがバーンって散るじゃないですか、まあ鳥みたいな小動物狙うときには穴も一つ一つじゃ狙いなんかつかないし当たんないんで、まあ小さい玉をバーンというふうに散弾銃で、落とすんです。あれは散弾銃ってやつは至近距離だと強烈な破壊力ですけども、ちょっと離れてその散弾のうちの一発が当たったぐらいだったら、まあいやそんなに破壊力大きくないんですよ。ところがその散弾銃で例えばイノシシとかシカとか仕留めようと思うと、至近距離なら散弾銃でもイノシシやシカ仕留められますけども、そんな至近距離でイノシシやシカ仕留めるっていうことにならないじゃないですか。鳥カモじゃあるまいし、そうすると一発で仕留めるっていうので。三弾の代わりにですね、一発弾のやつがあるんです。それスラッグ弾って言うんですよ。そのスラッグ弾っていうのは、まあ、いや、ものすごく重い一発弾で、ドーンって当たるんです。ライフルなんかの弾よりはるかに重くて大きいです。そうなんですか。ただ、ライフルっていうのは、日本の銃規制だと、あれね、猟銃の許可取ってから確か10年間は持てないはずです。で、ライフルっていうのは、弾はスラッグ弾に比べると小さいんだけど、超高速で飛ぶんで、すっごい正確に何百メートル先でも腕が良ければ当たるんですが、そのスラッグ弾っていうのは、むちゃくちゃ重い一発弾なんだけど、一発でクマとかイノシシとかドーンと仕留めるためのものなんで、今回その警察官に向けられた弾はスラッグ弾。でも それだと多分 ね、防弾チョッキだなんか着ててもどうにもなんなかったんじゃないのかなっていう感じがしますが、私はねこの事件詳しく見れば見るほど、なんでこの男に猟銃持てたのが持てたのと、やっぱね精神疾患の治療対象だったんじゃないのっていう気がすごくするんですが、その視点のほどがほとんどないですね今。ズームフラッシュでした。5月29日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか。辛坊さんの目撃談が届きましたよ。あ、そうすか。奈良県のですね40歳男性から違います。奈良県の方です、はい。ポッドキャストしか言えなくてさんです。先週の木曜日、大阪の福島の外れの居酒屋さんで友人と待ち合わせをしていると、杖をつきながら急ぎ足で歩く人がよく見ると辛坊さんでした。確かこれで杖持ってたら辛坊さんですよ。で、いつも聞いていますと言ったつもりが、何を
と切れられて返されたの。いや別に切れてないです。いつも聞いてますとおっしゃるから何を聞いてるんだろうと思ったんです。何をと切れられて返されたため動転してポッドキャストしか答えられませんでした。短くてよくわかります。あまりにもぶっきらぼうで意味不明な返答しかできなかったことが未だに悔やまれていますが、いや大変よくわかりました。コミュニケーションとしては見事に成立しております。何を、はい、ポッドキャストってね、入ってますよ。はい、そんな感じですね。安心してくださいみたいな、はい、安心してください、はい。そもそも辛坊さんはあんなところでなんで徘徊していたんですか。近くにスキヤもないですし。ちょっと待ってくれ。俺はスキヤのあるとこしか歩いちゃいかんのか。歩かないと思ってるんですね。そうですか、ありがとうございます。いや、本当のことをお話しするとですね、はいはい、木曜日でしょ、日本放送の、このオンエアを生で日本放送関西支社っていう桜橋というところからやったんですよ。で、関西支社なる桜橋っていうのと、今こう話題になってる大阪の福島っていうところは数ブロック違うだけなんです。そうなんですか。で、その数ブロック離れた大阪の福島というところにはですね、ABC 朝日放送っていうのがありまして、はい、その ABC 朝日放送の番組の、まあ、収録に向かっていて時間がなかったんですよ。ものすごいタイトな、はい、間インターバルなもんですから、全速力で。でもまあだったら車で行けよって話なんですが、そうですね、いやこれは歩いた方が早いんじゃねえぐらいな距離感なもんですから、ものすごい勢いで歩いていたら、うん、聞いてますよって言うから何をって言ったんですね。ポッドキャスト、あ、そうですか、ありがとうございます。以上で会話は終わりました。はい、なるほどなるほど、覚えてます、はい、先週の出来事です、はい、ちゃんとね、辛坊さん切れてないですから、怒ってないですからね。ご安心ください。すいません、ごめんなさい。さあ、こんな感じで辛坊さんを見たという方は、ね、よく誤解されるんだな。あ、怒ってるとか切れてるとか。そうなんですよ、切れてないよ。安心してください。切れてない。もうちょっと何ですか、はい、小学生のダジャレみたいな、はい、まだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームミュージックリクエストのお題は、暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれた時に聞きたい曲です。選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。日本放送ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。領土を取り戻す時が来た。ウクライナ軍の総司令官が反転攻勢を宣言か。ウクライナ軍のザルジニー総司令官が27日、我々の領土を取り返す時が来たというメッセージとともに、ウクライナ軍の訓練や戦闘準備とみられる場面が映った動画を通信アプリテレグラムに公開しました。報道では、ロシアに占拠された領土を奪還するための大規模な反転攻勢の開始を宣言した可能性があると伝えられますが、専門家はどう見るんでしょうか。この時間は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにお話を伺います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近の戦況ですが、まず大雑把にどんな状況ですか。まあ、基本的にはもう今ウクライナの反攻がいつ始まるかというのを固唾を飲んで、まあ、お互いに待ってる状態ですかね。これって始まってないんですか、まだ。まあ、その始まりをどう見るかによるんですけど、例えばまあどっかの町をまとまって取り返すためのまとまった陸上戦力が動き出してるかというと、まだ動いてないと。はいはい、ただ、まあ、攻勢作戦やるときはそれに先立って後方撹乱とか、破壊工作をやるものですから、まあ、それについてはもうおそらく始まっているっていうことですね。この間ね、ロシアとウクライナの国境線のロシア側の町で、まあ、破壊工作っていうのか、はい、何なのか分かりませんが、戦闘なのか、うん、なんか小競り合いみたいなものがあって、死者は確か出てないのかな、出てんのかな、まあ、出たとお互い言ってますね。お互い言ってる、はい、うん、まあ、でもそのたくさんの人が同時に亡くなるという感じではなかったようですが、うん、はいはいはい、これについてロシア側はウクライナが我が領土に攻め込んだんだって言ってるし、ウクライナはやってないって言うし、一部にはロシアの国内の反政府勢力がやったんじゃないのかとかっていう話もあるし、真相はどこまで明らかになってるんですか。まあ、今のところ分かっているのは、まあ、ロシア軍の武装、失礼、ロシア人の武装組織が、はい、まあ、
戦闘を行ったと、でそれに対してまあロシア軍が若干遅れながらも反応して、でその武装組織はウクライナの領内に引き上げたっていうところですね。その背後でロシアじゃないウクライナ政府が関与している可能性はどうなんですか。まあ、武器とか爆発物というのは簡単に手に入るものじゃないですから、まあ、その戦闘に使われた武器などは、まあ、おそらくウクライナの、まあ、軍とよりは情報部だと思いますけど、まあ、そのあたりが提供したと考えるのが、まあ、自然だとは思いますね。そういう私なんかね、素朴にですよ、今回まあロシアがね、はい、我が領土でウクライナが攻め込んできたってこうやって非難をするわけですが、あんたんとこ人の国攻め込んでるわけだから、別に自国領内攻められたってそれは自業自得っていうか当然でしょとしか思わないんですけども、世界的にはそう思わないんですかね。どんな感じなんですかね。いや、まあとにかく何はともあれお前が悪いとまず言うっていうのが今回のロシアの仕草じゃないですか。いやだって私らの感覚で言うと戦争始めたのはお前らなんだから、別にモスクワに爆弾降ってこようがどうしようがしょうがねえじゃんっていう。しかもキーウなんか、まあ、もう毎日のように爆撃してますからね、と思うんですが、はい、ロシアの感覚はそうじゃないんですかね。まあそう、それはさておきロシアを許す攻撃するのは許さんということなんでしょうね。そんな勝手な理屈が通るんですか。いや通しちゃいけないと思いますよ。いや、その通しちゃいけないで言うとですね、最近なんかロシアに関わった人たちが次々死んじゃったり具合悪くなったりなんかしてるんですけども、あれはわざとやってんですかね。というのがこの間一人飛行機の中かなんかで帰ってくる途中で死んだ人いるし、それから隣のベラルーシかなんかのトップの人も、プーチン氏と会談した後体調悪くなっちゃってっていう話があるじゃないですか。どういうことなんですかこれ。何が起きてるんですか。ベラルーシのルカシェンコ大統領については、まあ、まだ情報の真偽もよくわからないので、何とも言えないですけれども、まあ、まあ、ロシアの中の、まあ、反体制派はもちろん、まあ、富豪、オリガルヒと呼ばれる富豪の中でも、まあ、謎の心臓発作とか、謎のその飛び降り自殺というのが起こってるのは事実ですね。飛び降り自殺ね。まあ、映画なんかで言うと大体工作員がベランダから投げ落としますよね。まあそう、その富豪の割にはなんでそんなに世をはかなむのだろうってことは思われるわけですよ。それは、まあ常識的には、殺されたんじゃないのって話なんですが、そうですね、どうなんですか。それはプーチン氏本人が関わってるのか、周りの人間が忖度してやってんのか、どう思います。まあ、そこは証明はできないですよね。まあ、その種の情報活動をいちいち全て最高指導者に上げてるのかどうかっていうのはよくわからない。単純にその反体制派を黙らせるみたいな、それぐらいの指示かもしれないですから、誰がその誰かそのプーチン氏とは別の人間で、現場でこの人物とこの人物は消せみたいなことを指示している人がいるってことですか。まあ、リスト自身をプーチンが作るとは考えられないので、それ誰かが作って誰かがこう判断してるんだとは思いますよ。だからその中でね、なんかちょっとこのやり方違うんじゃないのっていうような声って上がってこないもんなんですかね。まあ上がってこないんでしょうね、それはきっと。私なんかの感覚で言うと、やっぱり90年前後に旧共産圏が崩壊し、ソ連はなんとなく民主化し、まともな国になっていくのかなっていう感覚が90年代あったんですが、それから30年ぐらい経って、なんか現状を見ると、旧共産圏、まあそれはもっとひどいスターリンの時代とかはありましたけども、少なくとも私が知ってる80年代のゴルバチョフ時代のソ連みたいなやつもあるわけですよ。そうするとゴルバチョフ時代のソ連よりも、今の方がむしろ悪化してんじゃねえのかと、いろんな意味で、という感覚を持つんですが。まあだからロシアは変わっていくだろう、ヨーロッパの仲間になるだろうって、できるだろうっていう、こう、まあ今思えばもう幻ですけれども、そういう考えは90年代って結構普通にあったんですね。だって今 G7、この間まあ広島でサミット行われましたけども、90年代ってずっとロシアは G8 っつって8番目の参加国で入ってましたよね。そうです。クリミアまで G8 でしたね。クリミアってのは2014年の、今回の軍事侵攻以前に、
あのプーチン大統領がウクライナに攻め込んでクリミア半島を奪った2014年の、うん、はい、あの侵攻でおいおいって話になって、はい、G8 から叩き出される形になったけれども、はい、それまでずっと参加してましたもんね、はい、そうです、そうです。その参加してる間にもうちょっとまともな国にしていくことは国際社会としてできなかったんですかね。まあ、だからまあ逆に言えばそのまともな国にならないことをロシアが選んだんですよね。そのそれって結構なんだろう、あやみたいなもので、その石油の天然ガスの開発が進んで儲かったから、もう西側の言うことなんか聞かないでいいということで、こう体制が変わっていくみたいなところがあるんで、まあ先のことは分かんないってことですかね。90年代はやっぱりソ連が崩壊して、ロシアも経済的な苦境にあえていたんで、西側に歩み寄らざるを得ない環境にあったっていうことですね、あの時代は。そうですね。で、その核兵器いっぱい持ってる国だし、崩壊させるわけにもいかないんで、その西側もエネルギー開発に投資したわけですよ。で、これでうまくいくかと思ったら、その投資が、開発が成功したら、ロシアは、いや、俺たちヨーロッパと違うもんね、ってことで、独自路線を行き始めたってことですね。さて現状、まあ、ゼレンスキー大統領が G7 に参加してですね、西側は、まあ、当面ウクライナに対して軍事も含めた、協力をするということを、もう一度、まあ、はい、現地取らされたというか、なんというべきか微妙なところですけれども、まあ、約束をすると、いうことで動いてます。その一環として例えば F-16 の供与が決まり、この具体的に言うと F-16 の供与っていうのはどんな効果があるんですか、戦線に。まあ、実際に戦力化されるのはどんなに早くても年末でしょうから、ええ、まあ、この春夏のいわゆる反転攻勢には間に合わないんですけど、ええ、まあ、参加する、実戦に投入されることになれば、まあ、おそらく、まあ、ロシア軍の上空を守っている対空ミサイルに対する攻撃能力が増える。で、ロシア軍のその対空レーダー、対空ミサイルを使ってるレーダーを潰すことができれば、ロシア軍の上空がら空きになるんで、ロシア軍に対する空爆ができるようになると。まあ、そうなっていくと、まあ、ウクライナ側に有利に戦況が展開していくと。まあ、そういうことですかね。その、ロシアの防空というか対空ミサイル。うん、まあ、要するに、ウクライナ上空の制空権を、はい、阻害するロシア側の要因であるところの対空ミサイルってやつは、今持ってるウクライナの武器では攻撃できないものなんですか？ですね、正確には、まあ、ハーム、ハイスピードアンチレーダーミサイルっていうのが供与されてて、はいはい、まあ、それでその対空ミサイルを、ね、のレーダーを狙い撃ちはできるんですけど、今そのソ連、旧ソ連製のミグ29に積んでるので、はい、そのハームというミサイルがこう機能制限版なんですよ。はは、機能が制限されてて、フルスペックで使えないと、で F-16 で使えばフルスペックで使えるので、そうなんですか、もっと遠い距離のレーダーを潰せるようになる。そのミサイルでいうと、はい、まあ、去年アメリカがハイマースってやつを供与したというので、はい、結構話題になりました、はい、ただしこのミサイルは射程が80キロぐらいで、はいはい、やっぱりウクライナとしてはもうちょっと距離の長いミサイルが欲しいと言ってたら、イギリスが新しいミサイルを供与して、はい、このイギリスが供与したミサイルはかなり射程が長いようだと言われてます、はい、実際どうなんですか、はい、まあ、230キロプラスアルファで、あと飛行機から撃ちますから、はい、まあ、飛行機が前に行けばどんどん遠くまで行けるんで、まあ、その意味では、まあ、現在ロシアが占領している場所は全て攻撃可能ですね。ほう、まあ、使い方によったら、まあ、さっきの冒頭の話じゃないですが、ロシア領内も攻撃対象にできるだけの能力は持ってる感じですかね、うん、まあ、そこまで飛行機が行けばですけど、はい、で今後の戦線なんですが、はい、この間からやたらロシアがですね、例の民間軍事組織みたいなのを使って、うん、東側のドンバスのところのなんとかっていう町あるじゃないですか、バフムト、バフムト、はいはい、バフムト、はい、その、まあ、東側のドンバス地方の真ん中ぐらいにあるところですね、はいはいはい、でそこで全部、うん、いやロシアが制圧しただの、ウクライナがいや、まあ、全部は制圧されてないだの、うん、でワグネルがいや全部制圧したから、もうこれは、うん、あとはもうロシア軍にお任せをして、うん、自分たちを後ろに引き下がるんだみたいなことをこう言ってるじゃないですか、はい、
で、あそこがここまで注目されるのがね、私あの地図見ててよくわかんないのは、私なんかこうあのウクライナ東部の地図を見ていて、これ将来的にクリミア奪還とか領土奪還するんだったら、クリミア半島とロシア領を結んでるのは、今地続きになってるから、まあ、簡単にクリミアにいろんなもの持ってけるのと、あとはそのクリミア大橋っていうのと、この2つしかルートがないはずなんで、クリミア大橋ぶっ潰して、ここのクリミア半島がぶら下がってる付け根のところの東側のところを縦に分断してしまうと、軍事的にはそっちの方がいいんじゃねえのと。そうするとバフム島ってかなりそこから見ると東の方の内陸の真ん中の一都市であって、そんなとこ繰りでやってもこっち奪還する方が、だから私なんかの感覚で言うと、もしかするとウクライナがそっちにこう全勢力避けないように、なんとなく東側でなんか騒ぎ話題にしてんじゃないのっていう感覚もあるんですが、どうなんですかねこれ。まあ、バフムト自体にはその地理的な意味での戦略的重要性はあまりない街なので、ええ、まあ、むしろロシア軍がもう半年以上、1年近くですね、あの、あそこの街を攻撃しているのはなぜなんだろうというのをむしろ言われていることではあるんですよ。で、まあ、逆に言えば、まあ、バフムトで激戦が展開しているのはそこにロシア軍がいるから、はい、という以上の理由は実はなくて、なるほど。で、おそらくだからウクライナがそこで反攻を ある程度やっていると言われている理由は、まあ、街を完全に失って押し込まれると他のところを攻めるのに攻めにくくなるので、一回押し返して他のところ、先ほどその辛坊さんがおっしゃった南部の方の、そのクリミアとドンバス地方を切断するようなところに集中するために一回押し戻そうとしているということなのではないかと思いますね。さっきのね、ワグネルが、あの、ワグネルの創始者が、いや、もうあの、ここの制圧が終わったから、もうロシア軍にもう、あの、明け渡して6月から1ヶ月間、俺らもう後ろ下がるから、って。そんなことが軍の規律としてできるのかと。ね、私がロシア軍なら、おいちょ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 、敵前逃亡だぞ、それって言うだろうと思うんだけど、そのことできちゃうんですか？いや、まあ、あのワグネルの創始者、プリゴジン氏は結構引く引く詐欺みたいな感じで、もう引くぞ、もう引くぞってこれまでも言ってきてるんで、どこまで信じていいかっていうのはあるんですよ。で、実際前5月10日に引くって言った時引かなくて、引かなかった理由は勝手に引いたら脱走兵として攻撃されるということで引かなかったんで、今回もよくわかんないんですけど、ただ実際軍ともう入れ替わってることは起こってるようなので。あ、入れ替わってんですか？はい。後方で入れ替わってるって報道はあるので、現地の報道としては。まあ、その、まあ、街も取ったし、一回その軍と任務を交代して、まあ、部隊を再編成しようっていうことなんじゃないですかね。まあ、それが正しい情報なのであれば。という状況の中で、まだ、まあ、本格的なウクライナの反攻は始まっていないというふうに報じられてますが、はい、近々何が起きてどうなります？まあ、一番普通に考えれば、その南部の方でどこかの戦線を突破しようとするんだと思いますね。砲撃して戦車で攻めてと。で、今年なんか4月がなんかものすごい大雨だったそうで、もう平年をはるかに上回る。ほうほう。それでそのいわゆる泥泥でその犯行がそもそもできなかったと。はいはい。ただ5月になって結構気温が上がってきてもう25度近くになってて、地面も固まってきたのでそろそろではないかというには言われているところですね。ウクライナと、ロシアのそれぞれの兵力、特にあの武器弾薬の充足状況なんですが、はい、これどうなってるんですか？まあ、それ分かんないですよね。ウクライナ側の方が弾は厳しいはずです。ロシアはまあ文字通り湯水のように使っている一方で、ウクライナのまあ日々の射撃数は全然少ないですから、まあ、おそらくウクライナの方は頑張って弾を貯めてるのではないかと思われる。で、まあ、ウクライナ側は一定の反攻戦力の訓練が多分終わってて、もう投入できる状態になっている。で、ロシアは、まあ、動員、去年の9月に動員した30万のうちの、まだ10万ちょっとの兵力が戦場にどうも姿を現してないので、その辺が守りに当たってるんじゃないかと推測できるって感じですかね。去年から今年にかけて大量に供与している戦車であるとかっていう西側の武器は、はい、戦局にどんな影響を与えそうですか？まあ、うまく使えば反攻作戦をほぼ確実に成功させるんじゃないですかね。
そのどうまく使うっていうのは どういうことですか、ね、まあまあ集中して使うとかそういう、あとは、あえて敵の強いところに突っ込まないで弱いところを探して突破していくとかそういうことですね。どうなんですか、その最新鋭の、例えばイギリスだとかドイツの戦車っていうのが、はい、こう向こうからこうやってきたとしますね、うんうんうん、ロシア側として、はい、それを撃破する手段はあるんですか。まあまあ戦車で撃つ、榴弾砲で撃つ。それ例えばロシアの最新鋭の、はい、戦車をロシアの最新の戦車がロックオンして弾発射して当たったらやっぱりそれで破壊されるもんですか。まあ当たれば撃破される可能性はもちろんあります、はい、あの方の威力からすれば。ただ実戦ではお互い動いてますし、はい、夜も戦いますし、はい、そういうその実戦環境での砲を相手に当てる能力っていうのは多分西側の方が圧倒的に高い。いや、それで言うとね、私も昨日ベトナム戦争の末期で使われてた中国の戦車見ながらですね、うん、これ走らせながら大砲で向こうの方にいる戦車にピンポイントで当てるって、はい、そんな簡単な話じゃねえだろうと。例えば、まあ、誘導弾みたいな、うん、RPG みたいな、うん、なんかその、はい、その特定のターゲットに向かって、うん、熱源だとか何だとかに向かって自動自律的に攻撃していくんだろうけど、大砲の弾っていっぺん発射されちゃったら、うん、あとこう弾道描いて飛んでいくだけじゃないですか、はい、そんなピンポイントで正確に当てるなんかできるんですか、あれ。しかも相手も動いてますからね、はい、だからその辺がだからそのコンピューターソフトっていうかその完成火器完成システムの力ってことになるんですよね。今の性能ってどんなもんなんですか。湾岸戦争で見る限りで言えば、はい、英米の戦車はイラク軍の T-72 をほぼ一方的に撃破してるんで、はあ、まあ、おそらく、例えば煙幕とか夜とかでも、見える範囲の戦車を撃って当てることは多分相当できる。射程何キロぐらいなんですかね。射程3キロとか4キロとか、まあ4キロいかないかな。うん、それで言うとね、湾岸戦争の時も、その、まあ、ヘリコプターあるじゃないですか。はい、コブラとか、はいはい、今はコブラより新しいやつ、はいはい、アパッチであるとかっていうので、はいはい、空中からミサイルで、はい、例えば10キロ離れたところの戦車にロックオンして、うんうん、はいはい、ミサイルで当てるってことはできるんですか。うん、まあ、ヘルファイア、まあ、その種のミサイルがあればもちろんできますけど、ウクライナってそういうものは持ってないんですか。まあ、旧ソ連系の MI24 っていうのはそういう戦闘ヘリなんで、はい、まあ、あるとは思うんですけど、まあ、供与された物資の中にはほとんど含まれてないですね。はい、だから、まあ、あんまりその辺の力はないかもしれないです。でそれにしてもなんかものすごく不毛だなと思うのは、この2023年の今になって、なんかほとんど第二次大戦みたいなことを毎日やってるって、うん、これをもう私が聞くのも、高橋さんに聞くのもいかがなものかと思いますが、なんとかならんのですか。もうちょっと人類は賢くなれんのですか。人類は賢くなったと30年前みんな思ったわけですよ。冷戦が戦わずに終わった時に、うん、でも賢くなってなかったんですよね、やっぱり。それって何ですか、うん、人類が人類である限りは変わらないっていう印象ですか。そういうふうには言いたくないですけど、でも何だろう、そう言わざるを得ない事実が今起こってますよね。うん、うん、だから、防ぐための準備、自分たちの努力が必要だということじゃないですかね。だってこうやって喋ってる間も多分誰か死んでるわけでしょ、はい、その死んでる本人の人生から考えればですね、あまりにもったいないですよね、うん、だから そうなんですよ。まあまあ、戦争になんかどんな戦争でも死人は出るのであれなんですけど、うん、この戦争は多分しないで済む戦争だったと思うんですよね。うん、ですよね、うん、まあ、なんとかちょっと時間が来てしまいましたんで、はい、なんとか次回のご出演までに高橋さんの力でなんとかしてもらうということで、そしたら多分私来ないですからぜひまたいろいろ教えてください、うん、今日防衛研究所の高橋杉雄さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すみません。5月29日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題は、暗闇でいきなり知らない人に名前を呼ばれた時に聞きたい曲です。ほいほい、はい、まずはですね、60歳の男性、中央区のアメンボマンさん。暗闇で名前を呼ばれる、暗闇
クォラミ。何です？クォラミ。何ですって？何です？難しい。リクエストはブロンディの暗闇。いやいや、え、いや、でもそれさ、そんなにひねらなくたって名前呼ばれるコールミーでそのままでいいんじゃないか。確かに本当ですね。コールミー。それから立川市の東京ハッチさんですね、はい、中村正俊さんのいつか街で会ったならをリクエストします。海外でいきなり見知らぬ人から声をかけられてびっくりすると思いますが、笑顔は万国共通、街で会ったなら肩を叩いて微笑み合おうということで、その場をやり過ごしたいですね。なかなか良さげな曲ですね、うん、そして、唐揚げは週に3日さん、小平市53歳の方、はい、辛坊さんかなりびっくりしたと思います。びっくりしました。そんな辛坊さんの心境にぴったりの曲をリクエストします。H2H で、Feel Like Heaven。 これは来るきっと来るなの貞子の登場シーン。そんな曲なんですか。来るきっと来るって知りませんか。いやばい。そうなの。そうそうそう、貞子対かや子は見に行きましたけど、そんなのあったかな。貞子、ね、鈴木浩二さん。ちょっと私に若干縁があるんですよ。そうそうそう。あ、そうなんですか。私ヨット雑誌に連載持っていた時に、はい、うん、私の前の執筆者が鈴木浩二さんだったんです。ああ、へえ。はい、あの方は船に乗るんですよ。あ、そうなんです。あの人船乗りなんですよ。だけどあの方はですね、なんかどうやら噂によるとその船に女優さんとか乗せてるらしいという噂もあったり、そんな噂聞いたことある。本当か嘘か知りませんけど、まあ、噂ですからね。いいなと思いながらですね、なんとかならんかと。なりませんね。そうですね。ならないんです。小田原市の小田原のゆきさん、36歳の方は、はい、暗闇で急に声をかけられたら怖いですね。怖い。暗闇は怖い。はい、闇は怖い。ジャミロークワイのバーチャルインサニティをお願いします。どんどん遠いところ行ってませんか。何もそんな遠いところ行かなくたって他にありそうなもんなのに。じゃあこれは横須賀市のトカタンさん、54歳は、はい、Who are you の歌詞が印象的な荻野目洋子さんの六本木純情派をリクエストします。なるほど、ね、シンプルね。 Who are you ね。はい、そしてこのリクエスト曲一番多かったそうです。エビーロボタンさん、飯能市の方からいただきました、はい、シモン雅人さん、ガッチャマンの歌。もうこれはね、誰だ誰だ誰だですね。あはは、そうそうそう、ガッチャマン。誰だ、ガッチャマンね、私ちょっと世代違うんだけど、この曲をよく知ってますね。ね、有名ですからね、ズームミュージックリクエスト、本日はシモン雅人、ガッチャマンの歌。あ、じゃあのリクエストしてくださった方のお名前を間違えないようにエンディングで頑張ります。16人までは息継ぎなしで読めます。どこまで息をしないで読めるでしょうか、はい、ご期待ください。まだまだあなたからのご意見は zoom@1242.com でお待ちしております。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あ、そうだ、なんかメールをいただいて、あ、メールいただいてますか。ありがとうございます。読みますか。はい、目撃情報です。目撃情報、はい、埼玉県さいたま市のリアスケさん、47歳。10年以上前のことでしょうか、新橋駅のディスカウントストアでレジ待ちの行列に並んでいたところ、私の前に並ばれていた方が、あの辛坊治郎さんじゃありませんか。親近感を持ち、買われるものをこっそりと後ろから覗いてしまいました。すみません。確かペットボトルのお茶だったかと思います。同じものなら自販機よりも安いですもんね。それ以来私も辛坊さんを見習って節約ケチケチ生活を頑張っています。いや、だから何回も言ってるじゃないですか。ケチケチ生活じゃなくて SDGs なんだ。今どう、持続可能な環境を考えてるんですよ私は。まあ、そうですけれども、確かに新橋のディスカウントストアはよく行きましたね。そうですか。毎日1回は通ってましたね。今はそんなに前から今ですか。今新橋方面は用がないもんですから、当時は用があったんで。ああ、そっかそっか、はい、なるほどね。目撃されてますよ。ありがとうございます。有名人なんですからね。本当だね、うん、全然気がついてません。ちょっとね、自覚した方がいいですよ、ご自分が。そうですか。顔割れてるっていうこと。ああ、ダメだ、そんなこと自覚したら買い物の傾向が変わってしまうじゃないか。意識してね。はい、メールはzoom@1242.com までお寄せください。日本放送ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。北朝鮮が31日以降に弾道ミサイルの発射を予告。
海上保安庁は今日、北朝鮮当局から人工衛星の打ち上げに伴い、海上に危険区域を設定すると連絡があったことを明かしました。期間は今月31日の午前0時から6月11日の午前0時までです。こうした事態を受け、浜田防衛大臣は今日、北朝鮮のミサイルが日本に落下する場合に迎撃を可能とする破壊措置命令を自衛隊に出しています。かなり今の増山さんが伝えてくれた内容は正確でいいですね。というのは今日昼のテレビ各局のニュース見てて、おいおいと思ったのニュースの中にはですよ。なんか北朝鮮が、ミサイルを装って衛星を打ち上げるので、日本は破壊措置命令を出して破壊するんだと打ち上げたら、みたいなそういうニュアンスのニュースがあって、要するに全然違うしっていう、何が全然違うかというと、まあ、北朝鮮が、ミサイル打ち上げると、ミサイルっていうか、まあ、衛星を、はい、で今回もっていうのは過去2回ですね、実際に衛星打ち上げたことあるんですよ。ただし衛星打ち上げたらしいんだけども、で何かの物体が、地球の軌道上回転してるらしいっていうのは明らかなんだけど、そこからなんか電波が出てる気配もないし、なんか衛星のようなものを打ち上げて地球をくるくる回る軌道に乗せるのは成功してるけれども、それが何かの衛星として機能してることはなさそうだと、はい、でまあだいぶ北朝鮮の技術は進んできてるので、今回はもしかするとそこに何か軍事衛星のような監視機能を、まあ、監視機能を伝って大した性能のものは載せられないと思いますけど、監視機能を載せたものを打ち上げる可能性はそこそこ高いだろうと。だからまあ、実際に北朝鮮が人工衛星打ち上げますよと。で、この、ポイントはもしかすると1段目のロケットとか2段目のロケットが落ちる可能性がありますから気をつけてくださいねっていうのを、基本的にね、こういうのを発射するときには国際機関に事前申告するのがマナーになってて、そのマナー通り一応やってますと。北朝鮮も、そんなに無法な国ではありません。はい、うちは国際機関のそういうところにちゃんと届けを出して衛星を打ち上げるんですよという外形を取ってるだけの話です。で、それを日本が打ち落とせるかというとですね、はい、そんなもん打ち落としたらえらい国際問題になりますから、そんなものはいくら違法でも打ち落とせないんですよ。何が違法かというと、北朝鮮はそもそもその弾道ミサイルみたいなものを打ち上げるということ自体がもう国連の安保理決議で禁止されてますから、それがミサイルでなくても、人工衛星打ち上げる目的でも、弾道ミサイルと人工衛星打ち上げるロケットは技術は全く一緒ですから、見かけもほぼ一緒ですから、はい、何が違うかというと打ち上げる方向と加速の最大速度が違うだけの話で、ほぼ一緒のもんですから、はい、そうするとまあいや衛星打ち上げるのは本当かもしれないけど、それはやっぱ国連の安保理決議違反だろうっていう、まあそれは正しいんですが、じゃあそれを打ち落とせるかというと、まあ、衛星を本当に打ち上げるやつを日本がその衛星で軌道に乗らないうちにロケット破壊できるかって言ったらそんなことはしません。で、日本で自衛隊が何をやろうとしてるかというと、打ち上げに失敗して日本の領海であるとか領土の中に入ってきそうだと、着弾しそうだという時には迎撃しますよと。それから弾頭自体じゃなくても、弾頭っていうか、まあ、衛星の乗ってる先端部分じゃなくても、1段目にしろ、2段目にしろ、それがやっぱり燃え尽きずに、日本の領海、領土の上に落下しそうなら、それも迎撃しますよというだけの話で、打ち上げが予想通り行われる限りは、まず撃ち落とすことはないですね、うん、まあ、一応そういう言ってるだけのことで、現実問題として撃ち落とすみたいなことになったらえらいことですから。ただ今日の昼ニュースなんか見てると、今にも日本が撃ち落としそうな勢いで、いやいやそれそういう話じゃないしっていう、そこちょっとなんか理解が足りないのかなと思います。でなんで北朝鮮が南に向かって、だから沖縄のあたりを上空通過するんですが、これ前もお話したかもしれませんが、監視衛星っていう観測衛星の類はですね、南に向けて縦の地球を縦に回る軌道に乗せるというのが一般的なんですよ。というのは仮にですよ、まあ大体多くの衛星はその高さでスピードが決まってくるっていうか、要するに引力と遠心力の釣り合いが取れるところ、ポイントが決まりますから、大体まあ、国際宇宙ステーションなんかだと地球一周回るのに1時間半ぐらいなんだけど、計算めんどくさいから、例えばある衛星を打ち上げましたと、その衛星は地球の周りを1時間で一周しますということになると、同じ軌道を衛星はぐるぐる回ってるだけ、高速で回ってるだけなんだけど、地球の方が24時間で1回ぐるっと回りますから、そうすると
ると、一回回るごとに、その衛星が回ってる軌道は一緒なんだけど、地球の側が自転してきますから、15度ずつずれていくわけですよ、勝手に。はいはい、そうするとずっと地球の、縦に回ってる限りずっと地球の方がずれてってくれますから、地球全体を観測することができますから、観測衛星っていうのは基本的に縦回りの軌道に、入れるのが、はいはい、で、縦回りの軌道に入れるためには、北朝鮮から見ると真南に、衛星を打ち上げるんで、その南に打ち上げると、日本の南西諸島から沖縄とか、その上空ちょうど通過しちゃうんで、別になんかその、今回ので日本に対して何かその威嚇しようとかっていうことではないみたいですね。で、もう一つね、衛星打ち上げるには、あと東に向かってっていうのもあるんですよ。これも東に向かって打ち上げられると日本の真上じゃないですか。本当に迷惑な話なんだけど、これも理由があってですね、東に打ち上げるケースって何かというと、ロケットが非力で、あまりあの加速の能力がもう一つ良くないとする、はい、そういう場合には、東に向けて打ち上げると、地球のさっきの自転の速度で、地球の表面ってものすごい超高速で東に向かって回転してますから、ロケットの速度に地球の回転速度が上乗せされるんで、衛星って、人工衛星って、だいたいマッハ20ぐらい。だから、音速の20倍ぐらいの速度に加速しないと、地球の引力に負けて落ちてきちゃうんですよ。で、そこまで加速しようと思うと、地球の自転を利用した方が、加速しやすいので、東に向きに打ち上げるか。で、観測衛星として、いや、自力ロケットの本体でマッハ20出せるっていう場合には、もう南に向けて縦回りにする。だから今回は北朝鮮は縦回りに打ち上げますよ、ということで。で、それがまあ、沖縄の上空なんで、日本としては、降ってきたら撃ち落とすぞっていう、まあ、降ってきたら撃ち落とすぞなんだけれども、まあ、失敗しない限り、降ってくる可能性は、極めてとまでは言わないけども、かなり低いだろうと。万が一の時は、ね、その万が一の時はっていうところが、今日の昼のニュースなんか、各局見てると、抜け落ちてるところがあって、なんか今にも北朝鮮の遠征を日本が撃ち落とすみたいな、いや、それ違うしっていう。ちょっと一見するとね、はい、そんな雰囲気もね。正しい情報は、この番組から。ズボンでした。ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは、エビーロボタンさん、鉄&横浜さん、老人28号さん、加賀のみーちゃんさん、ヨダヤ橋大江橋さん、糸のパパさん、キジトラニャンコさん、イコノベさん、3940回さん、TL125 さん、カズヒコ横浜さん、クルマトラジオさん、12人の皆さんからのリクエスト、シモンマサト、ガッチャマンの歌。はい。はい。ありがとうございます。はい。ガッチャマンの歌ですわ、最後までたっぷり聞けましたよ。ガッチャマン懐かしい子供の頃思い出す。あ、1972年らしいですよ。放送期間が72年から74年なんだって。私はもう高校受験期に入ってますから見てないですね。まあ、じゃあ大人ですね。だから増山さんは私と若干年が違うので、多分ど真ん中。そうですね、ちょうど見てましたよ、このくらい。はい、小さな違いが大違い。そうですよ。お聞きの日本放送、この後5時30分からはショーアップナイタープレーボールをお送りします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。で、7時台は安全保障がご専門、笹川平和財団上席研究員の小原凡司さんに、反転攻勢が迫るウクライナ情勢について伺うそうです。で、この3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは東京財団政策研究所主任研究員の坂本遥さんです。何回目かですよね。そうですね、何度目かで、今坂本さん、あれ、そんな肩書きだったっけ。まあいいや、確かで、はしかがね、今すごくこう話題になってますけど、この感染力と今後の注意点にズームをしていきます。なるほど、はしかもね、はい、いや実は私なんか子供の頃、私たちの世代は全員かかってますが、実は恐ろしい病気なんです。そうですね、そのあたり。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。